皆さんこんにちは。英語大好き絵中ひとみです。今日もね、皆さんと楽しく英語を勉強してまいりましょう。今日も私の英語の先生をお呼びしたいと思います。はい、ニューヨークでもショーモデル、そしてですねアクションモデルとしても大活躍のセレナ先生です。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。ね、いつもアクティブにね、もう地球回ってます。アメリカと日本往復で、はい、もう海を泳いでいくのちょっと大変ですけど、おかげで痩せますみたいな、お魚にいっぱいあって、早くプラスチックゴミどうにかしてとか言ってますね。今ね、もうオリンピックはもうすぐそこに来て、もう1年切っちゃいました。どうしましょうみんな。ね、いい意味でちょっと焦っていただいて。日々ね、はい、あの外人になった時にね笑顔で迎えられるような準備をしていけたらなって思って、う、ね、はい、この番組もね皆さんに喜んでもらえたら嬉しく思います。嬉しく思います。本当に、はい、では今日も始めましょうか。始めましょうか。せーの、エナイングリッシュ先生、はい、今日はどのようなことを私たちに教えてくださいますか。はい、もうね外人がねすぐそこにね押し寄せてきてますので ね、 そうですね、すぐ使える英語をね、はい、お教えしたいと思います、はい、私たちナタミラクルのミラクルコードは10秒で日本語から英語に変えられるという変換テクニックなんですが、はい、その中でもとても大事な部分を今日はちょっと復習していきましょう、はい、で、英語の動詞は2つしかありませんよっていう話してるじゃないですか。そうそう、ね、日本語もそうなんだけど、はい、じゃあ英語の動詞をちょっと1つ何でもいいです。じゃあ eat、 eat いいですね。 I eat 食べるね。べる、もう一個ぐらいありますか。じゃあ play、 いいです、はい、遊ぶ、遊ぶ、そうですね、そう、この play、はい、動くからこれは何を表すかっていうと、はい、動作、動作ですね、動作、はい、動詞は2つなんだけどそのうち動作を表すのが今の英語、うんうん、そうですね、日本語にすると遊びます、食べます、最後がマスでは、マスですね、前のあのシリーズ見ていただくと分かると思うけども、マスは動作を表す動詞、はい、英語では do 動詞と言っています、はい、それのシリーズで、じゃあ今日は過去形、はい、ね、はい、あの食べちゃったのとか、食べちゃったの、昨日結局ディズニーランド行ったのとか、すごくいっぱい使いますよね過去形 ね、 使いますね。それを、日本語と英語でどういうふうに使うのっていうところを書いたんですが、はい、実は口語ではこんな風にいきます。さっきみたいに、はい、え、私のケーキ食べちゃったのとか、昨日結局ディズニーランド行ったの、あのさ、あの人結局なんだろう、アメリカ行っちゃったんだって。これ全部時制はいつですか。いつのこと。過去。そう、終わったことですよ、ね。終わったことですね、うん。日本語で終わったことは、はい、丁寧形で言うと、どん。はい、何々でしたか。ブブー。あれでしたわ。もう一個の B 動詞でした。今日やってるのは Do 動詞の動作です。はい、つまり、はい、どうぞ。Did。そう、日本語ではでした。あダブル NG です。日本語は今さっき食べますって言ったでしょ。食べました。そうね、はい、反省してない、反省してない。ましたです、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 いいですか。did は日本語にしたらました、ました。これ覚えておくと強いね。did はました。これ同時通訳形式の、私の同時通訳なんですけど、はい、瞬時に日本語に変えられるあの力ってものすごく大事で、皆さんよく日本語絡めない方がいいよって言うんだけども、 うちはそうじゃなくて、はい、やっぱり頭で分かって、そして英語に変える、プロセスを通った後、今度バイリンガルで英語で考え、英語で話せるようになります。それほど日本語と英語って違うので、やっぱり日本語の仕組みを分かってる先生につくと倍、3倍ぐらい英語が上手になるというね、統計が出てます。セレナ先生につけば、いやいや、私忙しいんで、うちの今生徒さん養成してますので、ぜひまたミラクルの方に、ね、来ていただくと、モデルもやってるので綺麗にもなります。はい、終わっちゃったね。あ、終わっちゃっていけないので、はい、では例文のこといきますよ、はい、ではここからうちの美しい女優の生徒、はい、生徒さんとご一緒にやっていきますが、さあ、はい、ではどうぞ。はい、ご紹介、女優の美人女優さん、東堂ひかるちゃんです。イエーイ、こんにちは。素敵。これから日本とアメリカで活躍を予定されている東堂ひかるさんです。これからですね、素晴らしい、頑張っていきます、ね、頑張りましょうね、はいはい、そのためにもね、やっぱりコミュニケーション英会話っていうのはね、基本的なものなので、例えば、まあ、映画の仕事、ショーのお仕事
いただく時も、はい、ディレクターにインタビューされるじゃないですか、その時やっぱ何も話せないとか、通訳さん使っちゃうのは良くないと思うんですね。やっぱり自分の気持ちで少しお話しできることができるとできないではね、印象が違います。そうですよね、はい、ということで今日は、過去形の勉強をしているんですけども、はい、先ほど言ったように did という言葉は日本語ではました。よろしいですか。そうすると例えば、まず最初にはい、ご一緒に時制体操をやっていきますね。はい、はい、あの私たちの本にも書いてありますが、世界に、認証7つしかない、ね、私から彼らまで7つしかないです、はい、それを英語にするとどうやりますかっていうのをまず最初ちょっとね復習がてら、はい、大丈夫ですね、はい、せーの、私は今日はましたなので固形できますよ、はいはい、私はました。あなたはました。あなたはました。彼はました。彼女はました。それものですね。それはました。それは終わりました。ね、で私たちこの辺のね、私たちはました。で今度は彼ら、はい、私以外の何人か、はい、彼らはました。はい、では英語でいきます、はい。せーの、同じように指さします。はい、I did. You did. He did. He did. She did. She did. It did. It did. We did. We did. They did.Very good. おきれいですね、2人とも発音もルックスも素晴らしい。でここにここに、はい、動詞をつけていって、今日は簡単な ED で終わる動詞を3つ選びました。これすべて過去形になると ED がつくだけなので非常に簡単です。では上から読みましょうね。はい、Play、はい、意味は遊びます。遊びます。はい、ガジになっちゃいます。はい、ダンス。ダンス。踊り。踊ります。はい、最後は。クック。クック。クック。はい。料理します。そうそうそう。ちょっとインドネシアの人たちに。しますみたいな。はい、これは ED がつくと、全部 played どうぞ。played。danced。danced。cooked。うん、でもあの動詞の過去形だけだと文章になりませんので、はい、ちゃんと主語をつける。日本人の皆さんが英語ができない一番の理由は主語なんですね。私は一時ひとみさんとかひかりんさんとか反対だ、合ってるね、ひとみさんひかりんさん一緒になっちゃうんですよ。一緒になってますね。いちいち言わなくても会話が通じてますよね。そうですね。つまり日本語は主語というものをつけなくても、日本人同士だと通じてしまうんですよ。これが実は海外から異様に見える、いい悪いは別として言語としてとてもコミュニケーションがしにくい言葉なんですね、はい、だからまあ誤解が多かったりとか責任の所在が分かんなくなったりっていうのは日本語 らしくっていうか日本語だからできる、あの出てくる症状で、外国語では結構イエスのもはっきりしてるし、主語がちゃんとしてるっていうところがダントツに違うんですね。日本語だけが孤立してる、寂しいんです日本人。だから日本人だけが英語力がなかなか伸びないねっていう言うやん、実は主語になるっていうことね、もう一回確認して、さあでは主語体操いきますよ、はい、私はました、あなたはましたのやつの英語バージョン、はい、せーの、はい、I did. You did. You did. He did. He did. She did. She did. It did. It did. We did. We did. They did. They did. はい、ではこれを好きなものをつけて、はい、じゃあひかひとみさん、はい、どれがいい、じゃあプレイでプレイでいきましょう、はい、では日本語では私は遊びました、そうね、プレイが一番ね。ではプレイをつけてご一緒にやってみきましょう、はい、せーの、はい、I played. どっちが合ってますか。せーの、 I played. ヒカリンの勝ち。はい、言ってあげます。いいかもね、この2人ゲームにするとね、すごいいい戦いになる。はい、アイディでは私を指さない、はい、アイディ、はい、あ、だからプレイで、ね、はい、よく遊ぶんだから、はい、I played でしょ。 I played. はい、You played. He played. She played. It played. We played. They played. そう、 do が聞こえないと外人は分かんなくなっちゃうんですね。あの皆さんちっちゃい文字だからちょっと言えばいいなと思うんですけど、そうこれ時制を表している ED なのでものすごい大事だ、はっきりその do なのか、
そうでないのかで相手は分かるか分からないのもう本当に一線がそこで変わります。それほど英語他の言語は時制が大事なんですね。日本語の時制は曖昧なのでなんとなく言っちゃえばなんとなく通じるんですが、それじゃあかんのよあかんのよ。だからイングリッシュっていうか他の言語だとビジネスがしやすくなるっていうのは日本語の曖昧さがないからですね。で日本語も実はビジネスジャパニーズは結構しっかりしてる。御社は弊社のって主語もちゃんと言うし、割ときちっとマスマスタで言うじゃないですか。だからビジネスジャパニーズは英語になりやすいんですよ。これはすごい秘密なんですけど、ビジネス、うん、知ってる人はいると思うんですけどねそれぐらい日本語をどうやって料理するかにかかってくるよってことです、はい、さあではひかりんさんどれにします？ダンスとクックとどっちにする？じゃあダンスで、はい、ダンスでいきましょう、はい、じゃあひとみも一緒に手をやりますね、はい、じゃあひかりんが I danced からいきますよ、はい、せーの I danced。 ブーだからつけてって言ったやつ両方から聞こえなかった。あドゥダンスがちっちゃかったんです、ね、ちっちゃかったな、ね、ちっちゃダメなの、うん、日本人はそれしっかりドゥ、はい、ってじゃんせーの、はい、I danced You danced He danced She danced It danced We danced They danced 全体的に簡単な言葉なんですけど、発音で時々 do が to に聞こえたりとか ku に聞こえたりっていうのこれもでもルールがあるんですね。最後の例えば k で終わる、うん、破裂する音で終わるものは cook do って言いにくいから cook do、うん、ってなって問題ないです。ですね、ただスペルは ed ですから、ed は ed なんですよ。はいはい、ただ慣用句っていうのかな、何度も言う中で言いにくさっていうのはやっぱりこうだんだんなくなってくるじゃないですか。だからこの場合は cook doって言われても大丈夫。でも皆さん中学生高校生試験の時はちゃんと ED で書かなきゃダメですよ私学生さんも教えてるのですごいやっぱ点数でね1点2点平気で引かれますからね。はい、では最後のまとめいきますよ。最後はちょっと口語の練習でね楽しくやっていきたいと思いますので、はい、もう少しお付き合いくださいね。お願いします。はい、はい、それでは今習ったやつを実際日常生活でどうやって皆さん使っていくか、はい、そんな例文をやっていきましょう、はい、普通は普段友達とねそんなに丁寧な言葉で喋りませんよね。そうですね、なんかね遠慮っていうかほら仕事同士とか社長様とかだったら敬語使うけど、普通は食べたとか、うん、そうですね、行ったのとかってそんな感じ、ね、そんな感じですね。それが英語にできにくいので、うん、皆さん英語のせいにしてるんですけど、実は皆さんの話する日本語が普段着すぎて主語もない時制もないってことでこういう結果になってるっていうことです。つまり例えばじゃあ例文を作っていきましょう、はい、プレイを使ってやっていくんですけど、はい、日本語だと多分あいっぱい遊んじゃったよ、うん、みたいな、うん、誰のことって言っても何となく分かりますよね。分かりますね、うん、で、はい、例えば2つ目、いやすごいよく踊ったよね、うん、なんていうのこれ主語ないけど、はい、分かりますよね、うん、すでこれ実際英語にしていくときにどんな過程を取っていくかミラクルコードいきますよ、はい、じゃあ一つ目はひとみんさんを丁寧形に、はい、そしてひかりんさんは英語にしていきます。いきます、はい、まず普通にあ遊んじゃった、私は遊びました、 I played。 そうです、こうなります、はい、で自然な感じでやると、うんうん、たくさん遊んじゃったねっていう感じでいきます。そうすると a lot をつけていくんだけどね、この場合ね、はい、あたくさん遊んじゃったわ私はたくさん遊びました、 I played a lot。 そうそうそう、すごくありそうですよね、うん、自分に、ね、あたくさん遊んだわ、遊んだわ、もう幸せみたいな、飲んじゃったでも何でもいいです、うん、動作はね、なんたら今遊んだにしてますけど Very good。 はい、じゃあもう一ついきますよ、ダンスでいきましょう。今度はわお踊ったじゃん、はい、普通の丁寧形にすると、はい、あなたは踊りました、うん、I danced。 惜しい、 I じゃなかったな、 あ、You そうそう You danced。 そう、英語のになってるので英語しか喋れないですけどねYou danced。 そうです、踊ったじゃんはね、うん、あなた踊りました、そうそうそう、今ねじゃんってね、何語やねと思うけどね、日本語ってそういう尾びれがいっぱいつくんですよ。そうですよね、それをね直接に英語にできるわけがない、うん、 それをウェブ用で弾いて変な英語使ったら結局外人に笑われるだけなので、全部ミラクルコードでしっかり綺麗な日本語に直すっていうプロセスを取ってみてもいいと思います、はいはいはい、では上手にをつけるといきなり使えそうです、はい、上手には英語で well
Well, 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 well. じゃあ、あーすごい上手に踊ったね。どうぞ。あなたは上手に踊りました。 You danced well. Good. ということで今日もいい感じにまとまりましたね、はい、まとまりました、はい、光ひとみん組もねあのいいところでちょっと似てるので私もあの楽しく番組をやらせていただいています。 NG をどうやってアファーマティブに、これあのディレクターっていうかオーディション映画を私やってるんですけども、いざという時、はい、オロオロせず笑顔で、笑顔でその場をどうやって超えていくか、これでオーディション女優になれるかモデルになれるかが決まるのがハリウッドなんです。あ、そうですか、うん、ハリウッドに皆さんお連れしてるんですけど、うんうん、ニューヨークとやっぱ日本人はどうしてもオロオロして、あ、どうしようどうしよう、分かんない分かんない、うん、みたいになっちゃう、なりますでしょ、やっぱり堂々感とか、はい、あの大丈夫です私っていうね、この雰囲気っていうのかな、うん、これも英語力だと思うんですよ。決して皆さんペラペラできることが英語力ではないです。うん、意思表示、はい、ちゃんと発音もきれいにして、はい、I will なのか I will not なのか、Yes のをきちっと話すようになると、うん、外国人が一線を置いてくれます、うん、これから外人がいっぱい来るようになって、うん、あのいろんなところでお友達になると思いますけども、うん、皆さんの英語自体が基本のね、うん、その作り方とか発音がきれいになってるといい外人の友達ができる。そこはしっかり頭に置いておいてください。あのバーでの英語もいいけれども、やっぱり基本のね、うん、英語はこのエナイングリッシュで、エナイングリッシュでぜひ日本語との違い、違いとかのね、ね、ポイントをしっかり発見して、はい、楽しく勉強して、そしてオリンピックを迎えましょう。そうですね、今日もよくまとまりましたので、まとまりました、はい、では詳しくね、お尻になりたいなとじゃーん、こちらです。なんだバラエティーだもん。セレナ先生が、はい、気になりました。そしてこの瞬間、瞬間に英語になっちゃってなんやねんと思いますが、本当に10秒でね、あの英語になるミラクルコードを作りましたので、みんなで作りました。 うちの生徒さんとね、なんだミラクルプラネットのスクールで教えてるんですけども、はい、こちらにはこのカカオボイス、ビューティフルボイスのひとみんが素晴らしい歌と、そして体操もやってくれるので、はい、これね、素敵な曲も入っているので、ね、ぜひ買って聴いてみてください。こちらが欲しい方はどうぞ、はい、株式会社ナウンド、うん、はい、東京都新宿区山吹町361まで、はい、どうぞどしどし、はい、応募じゃなくてご連絡いただければ、ご連絡いただければ発送いたします、はい、もう日本女性は特にね、はい、世界でもナンバースリーに入る美しさを持ってますので、この本当なんですよ、あ、知らなかった、オーマイガー、オーマイガー、ニューヨークのオーディションに皆さん連れてきて、もう本当に日本人はモテまくりする、本当ですか、あとはね、やっぱ皆さん一歩引くのは英語なんですよね。英語ってやっぱ人脈力っていうかね、だからチャンスある時にね、向こうに本当あの3泊でも5泊でもいいから行って、うんうんうん、いい友達作って、うんうん、みんな地球人だ、ね、だよっていう気持ちをね、少しずつ持てたら素敵だと思いますので、また引き続き、はい、次回も見ていただけたら、はい、このバラエティコンビまだ似てますので似てますもんね、似てます。私がちょっと迷って、ま、間違えちゃいますけど、よくからね、でもエンジェルズなんで、さあ、はい、ハッピーエンジェルス呼んでください。ではまた、はい、次行きますよ。そうですね、それでは、はい、次週まで、 Let's see you